エサンベバナキタコ島は、北海道サルフツ村の沖合およそ500メートルに、あった、無人島である。1987年の測量では、平均海面から1.4メートルの高さがあり、この測量に基づき海図や国土地理院の地図に、記載された。2009年に総合海洋政策本部が策定した、海洋管理のための離島の保全、管理のあり方に関する基本方針に則り、 2014年に日本の領海の起点になる離島として名前が付けられた158の無人島の一つである。2018年9月1日に、ひしまずの著者、清水博が取材のため現地へ赴いたが、島を見つけることができなかったという。10月上旬に地元住民から見当たらなくなっていると、海上保安庁第一管区海上保安本部に情報が寄せられ、 海上保安本部の担当者によれば、波や流氷による侵食を受け海上部分がなくなった可能性があるとしている。昭和50年代頃には小さな島が存在していたと話す漁業者もおり、漁船で用いられる GPS システムに表示されることから、島の存在を知らない漁業者は海中にある岩礁だと思って迂回していたという。30数年40年くらい前には岩が見えており、 当時は海面から1メートルほどの高さで3人くらい腰掛けられる程度の大きさがあり、つりつるした滑りやすい岩肌だったという証言もある。2019年5月20日から24日にかけて第一管区海上保安本部により目視や水中音波探知機などを使った現地調査が行われた。当初は島の一部に降りての調査も計画されていたが、 足場が狭く危険と判断されたため、戦場からの調査となった。同月28日の記者会見において、島が目視できなかったことが明らかにされた。最終的な調査結果は7月以降の公表となる。ただし観測が行われた際にも干潮時を含め、水中に没し,していたため、停止を告地の基準を満たせず、日本の了解は狭まる、可能性が高いと報じられている。 9月24日、海上保安庁は調査の結果、エサンベバナキタコ島は消失し、非常に水深の浅い浅瀬が存在すると発表した。干潮時に陸地が水面上にある停止を放地と定義できれば、了解の基準となるため、海上保安庁はさらに1年以上かけて調査を行う。ありがとうございます。